そちらです。せいやです。うん、ビジネスしようぜ。さあ、せいやさん、本日は。お待たせしました。感謝あったよ。ただいま。ということで、おかえりなさい。まあ、監査の活動休止期間を、はい、監査委員会に設けられて、結構な日数、はい、ちょっと免停を食らってまして、それの期間やったんですね。はい、私、もうこれを晴れてですね、ちょっと無免フリー監査として、はい、もうフリー監査として、いや、もう待っててもしゃあないな。いや、あ、そうなの、もうな、もう今みんなフリーでやってるわ。あ、そう。なんか飲んでて、なんかそんな話になったんですよ、熱い話。結局監査、まあそのね、カンサレンスに、カンサレンス、はい、カンファレンスみたいな、そうそうそう、なんか言われるし、あ、そう、もうなんかフリー監査員でいいかなっていう、ほんま、はい、だからもうどんどん監査していきます。どういうこと？今回はマクドナルド、うん、ちょっと来るもんあるね。フリーカンサーになりましたか。カンサー一発目か。岩橋さんみたいな。よーし、気合入ってんな。頑張っていこう。フリーになったんや。はい、こっからは本当に手作りなもんで、全部自分で。よし、まあまあちょっと大変だと思いますけど、ね、はい、まずはポテト。食うたことあるやろ。マクド自体久しぶりな。久しぶり、もうカンサーでしか食べへんから。うまいやろ。ちょっとフリーなんて一発目いいっすか。ポテト出てんねや。うん、いいよ。うまいんかい。これやばいぞ今日。泣いてまうって。これやばいな。やばないな。なぜかやってなかっただけやろ。佐賀は泣いてるやん。泣いてへんよあいつ。鉄やねんから。なんか変やさ。アイアンマン？アイアンマン。ガーリックシュリンプ。なんかよう。そしてザク切りポテト&ビーフ。いつも一緒。ブラックペッパークリームチーズ。このクリームチーズはなかったんちゃうか？クリームチーズはないかも。そしてチーズおこまこ。一緒。なんやねん一緒。一緒ってなんやねん。ソシエンさん1個食べますか。あ、OK です。じゃあ、なんかメール来てますか。いや、来てないです。あ、そりゃそうや、最近やってなかった。そうやな、フリーやねんからどこに送ったらいいかも分からない。いや、そうよ。窓口、そうですね、普通に X とかインスタにください。 DM でお仕事、うん、フリーやな。フリーやな、はい、書いてますんで。フリーや。で、ちょっとね、今日フリーで、で、小林さんが抜けたのよ、もう監査で結構揉めて。監査で抜けた。そう、ほんで、この新しいマネージャーさんなんで、やっぱ分かってないんで、今日俺にシューズになってます。フロウーロン茶や。いや、そんなん引き継ぐわけないやろ。監査はフロウーロン茶。小林さん引き継がんやん、それ業務外や。いや、1行目や、引き継ぎの。監査見てないんかい。俺が YouTube で食べて、見てないよ。新メニュー食べてうまいかどうか判断する。歯に衣着せぬ物言いの。いや、そんなないよ。いや、たまには飲めよ、お前。俺じゃ、黒ウーロン茶とサラダやねん、監査はな。じゃ、それ言えよ、お前。新任のマネージャーやねんから。いや、サラダとオレンジジュース。言えよ。オレンジジュースですって言われたから。炭酸が全て売り切れてて、オレンジジュースです。炭酸が売り切れ、全部。そんなことない、炭酸大人気。なんだこの時代。絶対嘘やん。オレンジジュースです。まあまあ、ええんじゃ、たまには。まあまあまあ、フリー一発目なんでね。だから、逆にフリーでしかできへんことよ。そういうことやな、ほんまそうなったわ。うん、そういうことや。もうこっからはフリーですよ。あ、いや、ちょっと、ふざけてると思われちゃう、ジュースで監査は。まあな。ウーロン茶でキュッと締めないと。いさあ、誰も思ってない。じゃあ、ガーリックシュリンプからいきますね。もう食うたことあるやろ、ガーリックシュリンプなんか。いや、これ、久しぶりやな、マクド食べんの。あ、そう。いや、これは久しぶり。いただきます。匂いするわ、確かにな。
社から連休。いやだからさ、エビフィレオのガーリックバンみたいなことやろ、どうせ。ちぎった。ちぎるな。指についてるんです。わからん。おお、これ変わんね。おお、フリーやなー。はい、結構もう言うようになった。ちょっとガーリックしょっぱいな。よくないね。じゃあ美味しくないやん。あれ、エビフィレオの方がやっぱうまいってなっちゃうし。うん、うん、まあ期待してた分ね。うん、ちょっとほんまに食わんもんな。でも OK。 ちょっとこれ誰か食ってほしい。濃いね。ちょっとあ、食べました誰か。食べました、食べました。美味しかった。ガーリックはそんなに好みじゃなかった。うん、ちょっとこれはガーリック要素が少ない。まあだからさ、ニンニクなし餃子みたいなことやろ。気にせず、こうしよう気にせず食えるっていうっていうことですかね。ちょっとしょっぱかった味が。ザク切りポテト&ビール、そしてブラックペッパークリームチーズ。よう見るな、ザク切りポテト。ただ、カンサーチェックが入るのはクリームチーズ。あそこうまそうですね。うまそうやな。ハッシュポテトもういつも入ってる。クリームチーズでそういうこと。ほんでなんか濃いチーズかいな。ちょっとやりますから、やりますから今から。ごめん、パンも見たことないですね。このパンも監査のメニュー、こんなんすな。大事な時期やねん。フリーのそれ何やねん。もういつも大事な時期やねん。これで仕事来るか決まんねん。フリーの監査一発目で。お前そんなやつおるか横で。お前今にも M1 に例えそうやったの今。ほんでお前のことや。ネタ中にこう学生がやるやつおるか M1 で。大事な時期やねん今。それもよう言う。いただきます。ちょっと味気になるよ正直。ブラックペッパーってのも入ってるし。もうちぎる。はあ、辛いのがないっていうね今回この3つだから結構不安やな。お、うまいんかい。今まで食べたことない味じゃないかい。よかったな。おいしいぞ。うまい。おいしいぞ。おいしいぞこれ。およかったよかった。うまいんかい出た。今回の蜜ってもしかしたらダントツかもな。そんなうまい。このクリームチーズが間からどんどん出てくる。で普通のチーズはしょっぱいんですが甘みがある。これまさにクリームチーズや。このねソースがね、そうそうそう、クリームチーズの甘さで、このタレみたいのがちょっと甘いのよ。でハッシュドビーフはちょっと甘くなってるんですよね、上にかかってるソースで。でクリームチーズの甘さ、そしてしょっぱみでチーズの、塩味と、この甘さと塩味がめっちゃうまいやん。これやばい、うまっ。少年のようにこれやっぱうまい、ね、これそっちの皆さん買ってください。うまい。うん、あらら、じゃあチーズロコモコ。卵入ってんやろどうせ。卵かポテトかエビかやつ。あ、ちょっと似てるね見た目はね。似てるな。いただきます。一緒。お、卵入ってる。さあ、月見バーガーでしか摂取できてなかった卵がね、今年中えぐち。食べんでもわかる。食べんでもわかる。これが一番うまいね。あー微妙。チーズロコモコモコロコモコ噛んだけど、モコ多かった噛んだけどよ。これザク切りポテト&ビーフブラックペッパークリームチーズを買ってください。優勝です。おー優勝とか決めんね。もう絶対これ。はい、もう悪いこと言わない。そんなうまい。はい、新メニューでこれが一番うまいです。ということで、監査員の結果はこちらになりました。
そんなんあったっけ。フリーやからいろいろ試してんねやな。そうそうそう、あ、ということで私の監査の結果はこちらになりました。お、皆さんのおすすめの監査もあれば、こちらをクリックしてみてください。何を何を。ありがとうございました。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。